藤棚の下にある円空入場塚円空入場塚は岐阜県関市にある江戸時代の遊行像円空が入場したと伝えられている塚である。円空は美濃国出身で日本各地を遊行し、円空仏と呼ばれる独特の作風の仏像を多数残した。円空は晩年の元六五年に飛鳥時代後期に創建され、 その後、廃寺になっていた岐阜県関市の弥勒寺を再興し、ここを自暴とした。元禄5年時点で円空は甲賀神社にいるが、その後の動向は不明。弥勒寺の墓悲鳴によれば、円空は64歳の時7月13日、己の死期を悟り、弟子に工事を任せる。そして、弥勒寺の南に位置する、この長良川河畔に穴を掘り、 多くの里人に見守られ念仏を唱えながら、自ら土に渦漏れ入場を果たしたという。なお、円空の入場に関しては、未六寺に、元六八年七月十三日に、円空の弟子、円長に対して授与した、受血衆再飛死死相消血脈部が残されていることから、疑問視する説もある。未六時の山中には、藤が反もしており、円空は、この藤が咲く間は、 この土中に生きていると思ってほしいと言い残しこのよう、去った。この円空入場塚は現在、藤棚の下にあり、季節になると藤の花が咲き誇っている。1973年2月14日に岐阜県の史跡に指定されている。ありがとうございます。